前回の動画のコメント欄にてこんなものが来ておりました。タックが喧嘩で相手を殴ろうとしたら外してコンクリートにぶつけた話を思い出してなんか親子だなと思った。この時何が起きていたのか TikTok 検証をやってみよう。周一郎みたいな顔になりたかったな。全国の匿名さんこんばんは。深夜の放送部コタクです。チャオ。以前上げた動画で僕の父親が若い頃にボッコボコにされたけど喧嘩したってことだけ伝えて五分の漢字を出しててなんか切なかったっていう話をしたんですよね。ちなみにこの動画ですね。でこの話を聞いた結構前から見てくださってるであろうリスナーさんが冒頭のコメントをしたんですね。はい、これなんですけど、言うなよ。多分生放送とかサブチャンネルとかでちょろっと話したやつなんですよね。だから僕すっかり忘れてたんですけど、また思い出したのでこの時何が起きてたのかっていうのをね正直に話しますね。出た松井ジュリナ。つまりこの時間です。どんな時間よりも有意義な3分間をタックディビ小話の時間です。前回3分だと思って撮影したら16分でしたね。いやこれがカップヌードルなら相当冷める。ついでに抜いた刀を鞘に相当冷めるよ。じゃあ本題なんですけど、まずは僕の右手拳をご覧ください。こちら、はい、こちら僕の右手拳なんですけど、右手拳右半分小指薬指、どっからどう見てもへこんでますよね。日本沈没のスロースリップのグラフみたいになってますよね。この子の乳首は沈んでくぞ。でこれ直接会った方とかに結構聞かれるんですよ。え、なんか手おかしくないみたいな、どうしたのつって。そしたら僕はいい声でこう言っております。それを聞いてしまった人は君で5人目だよ。で立ち上がって滑るんですけど、だいたいその時にカッコつけて言うのがこちら。昔喧嘩して折れたと思う。はい、渋い。そうすると相手は絶対こう聞いてきます。こちら、と思うってどういうこと。はいはい、そこ落とし穴。さらに畳みかけるんですよ。まあ病院行ってないからわからんけど骨ずれてるよね。ちょっと握力も下がってて手もつらげ。そしたら向こうが、え、嘘、ちょっと手出してみてとか言って、愛の歌つって、こいつきしょいなつって、まあこんなやり取りして今まで乗り切ってきたんですけど、まあこう手の説明を聞くと、あ、なんかすごいこの人やんちゃしてたんだなって聞こえるでしょう。でも詳しく内容聞いていくとめちゃくちゃダサいですよ。もうこんなダサいの地元に唯一無二ぐらいダサいですよ。ただこれ僕嘘はついてないんですよ。いや僕のそのトーク力ってあれだからすごいなと思ったんですけど、今日はですねこのコメントが上に上がってて、これ話してくださいよっていうリクエストがあったんでね、起承転結全部ダサいんで全部話しますね。早速なんですけど、僕が中2か中3の頃ですね、日曜日でしたね。時刻は大体昼間ぐらいでした。家で遊んでいたらこんなことが起きました。こちら、ベルトのバックルで弟から縛かれて右手出血。はい、もうダサいですけど、おそらく僕がなんかしてそれに弟が怒ってベルトをムチみたいにしてバックル側を僕にフルスイングしてきたんですよね。やばいでしょこの方。これがしっかりと当たりました。幸い手だったんですけど、これでまずこうなります。こちら、右手中指死亡。はい、まあこの写真を見ていただいたらわかると思うんですけど、中指の真ん中ちょっと傷の跡があるんですよね。これです。10年前ぐらいの傷が未だに残ってます。ちなみにこの傷はって聞かれた時もこちら、喧嘩した時の古傷。はい、さっきの薬指小指と併用して使用してますね。これも間違いではないんですよ。ただ兄弟喧嘩にすると一気にダサくなるっていうマジックですよね。でこの時右手からものすごい量の血が出てきまして、焦った僕はこんな行動に出ました。こちら、逃亡。はい、めちゃくちゃ逃げましたね。次は頭いかれると思って家を出ました。でもなかなか血が出てたんで、これちょっと止めないといけないから、近所にですねめちゃくちゃ仲が良かった個人でコンビニやってるみたいな山崎ショップがあったんですよ。田舎あるあるなんですけど、そこの店主がペヨンジュン大好きで、ビジュアルが春夏秋冬ペヨンジュンなんですよ。うちの母親も冬の空とか大好きだったので、買い物に行くとミニョンさん来たよとか言って偽ペヨンジュンが韓国語めっちゃ喋ってみたいな、何やってんのそれみたいなくだりが毎回あったんですけど、まあそれはいいとして、そのペヨンジュンにちょっと絆創膏をもらおうと思って、まあペヨンジュンなら助けてくれそうと思ってコンビニまで手を押さえて行ったんですよ。で店に入りましたら、その店内に一回も話したことがない中学の後輩が一人で買い物してたんですよ。なんかこれ見られるの嫌だなとか思いながらレジに行って、でペヨンジュンがまたアルハスよとか言ってる横で、ごめんなさいミニョンさん、ちょっと手怪我しちゃって消毒と絆創膏借りていいですかって聞いて、ほんならうわーすごいひどい怪我いいよっつって、めちゃくちゃ日本語でちょっと取ってくるねっつって裏に行ってくれたんですよ。でまた手を押さえてこう待ってたら、店内で急にこんな声が聞こえてきたんですよ。あーいい日だなー、なんか血流してるわけわからんやつおるし、え、聞き間違い。続けて、あーなんかわけわからん怪我しとるし最高の日だな。店内はその後輩と僕のみなんですよ。これは意味不明なやつに絡まれたぞと、めんどくさいぞと思って、だから僕はお得意のハッタリで振り向かずに大声でこう言いました。手が治ったら相手してやるから静かにしとけ。渋いですよね。でもこれあれですよ、絶対喧嘩したくないけど強いやつ感を出すために言いましたね。治った頃にはみんな忘れてるんだから。すると予想外のことが起きました。こちら、後ろから肩に手を置かれ一言、めちゃくちゃビビってるやん。はい、
相手のスペックいきましょう。体重70キロ以上、身長180センチ弱の卓球部。何こいつ、本当に何こいつ。別になんか不良とかの印象なかったんですけど、相当気持ち悪いですよ。でも相当ビビってるよ。当時僕身長は160センチぐらいで体重50キロとかですよ。もう相手がどんなんでも吹っ飛ばされて終わりですわ。でも中学校の後輩なんですよ。この先のリスクを計算した時に、ここで、ちょっとやめてくださいよっていうよりは、ちょっと突っ張って、途中でなんとなく終わる方がいいなと思って。ペヨンジュンはまだ戻ってきてないのに、お前ちょっと来いや、つって。なぜか日曜日の昼間にコンビニ裏の坂を下ったところに空き地みたいなとこあったんですけど、そこまで二人で行くことになったんですよ。え、なんで？今思い返しても意味わからんのですけど、僕がなんか福岡は修羅だとか言う意味わかります？こんなことが起こるんですよ。たまんないですよね。で、ちょっと前の不幸が連続したっていう動画あったんですけど、あれでこの時まだ人を殴ったことなかったっていう話をしたと思うんですけど、この時も厳密に言うと殴ってないんですよ。だから僕心臓バクバクですよ、歩きながら。さあ、ここからどう切り抜けましょうかっつって。だってまともにやって勝てないのは目に見えてるじゃないですか。どうしようと思ってて、結構必死すぎてこの時しっかり覚えてるわけじゃないんですけど、お前まず後悔すんなよみたいなこと言ったはずなんですよ。あ、来いよっつって。そのブワーってデカめの頭がめっちゃ走ってきたんですよ。ただ走ってきたとこスンって避けた瞬間、そいつズゴーっつって空き地のコンクリに敷かれた砂利を舐めてたんでしょうね。滑り寄ったんですわ。はい、僕の勝ち。勝機をこの私は見逃しません。こけたところを卑怯ですね。上から拳振り上げて思いっきりをもう一撃で仕留めるつもりでした。これ逃したら終わると思って、下にいるそいつの鼻柱にドーンってしたと思ったら、横のコンクリにドーン、僕の指からゴリアー。はい、一度も喧嘩したことなかった僕はですね、力みすぎてコンクリートにフルスイングで正拳突きしました。両者どちらとも自分の不注意でダメージを負ってますね。しかも僕が殴ったのは怪我をしている右手です。ジーンどころじゃない、絶対折れたっていう確信がありました。だってコンクリート殴ったまま動けないんですよ、痛すぎて。そしたらそのデカめの卓球野郎、こんな意外な一言言いました。こちら、すいません。はい、この時何が起きていたのか説明しよう。そう、このヤバいやつは確実に骨が折れた音を耳元で聞かされ、こう思ったのである。この男は怪我をしている右手で自分の顔の真横のコンクリートにフルスイングした頭おかしいやつだと。それを察知した僕はとっさに震える声でこう言いました。次は当てるぜ。決まったー。素晴らしい臨機応変ですね。相手の目は完全にビビってます。しかしこれ以上戦闘は不可能です。そう、さっきよりも血が出てるから。傷口開いてるし、指が動かないし、相手の繊維とかどうでもいい。俺の右手、痛みで脇汗が半端ない。どっちも何もしてないのに汗だらだら。まあ、そんなアンジャッシュ状態でプロプロしてる右手を隠して僕はその場を後にしたんですよ。できるだけ悟られないように体をこう揺らしながら歩きましたね。抜かりない男ですね。で、坂を登って山崎ショップに戻ったんですけど、店内に入るとペヨンジュンがですね、あー、いたいたーっつって、帰っちゃったかと思ったよーっつって。なので僕は右手を見せながら一言、あ、ごめんなさい、包帯ありますって。ペヨンジュン騒然。それはそうですよ、さっき血流しながら絆創膏くださいっつってきた子が5分後戻ってきたら、さらに血を流して右手ぐちゃぐちゃなんですから。え、どうしたどうした、何みたいな。だから、いやー、ちょっとあんまなんか今日いい日じゃないみたいでねーっつって。僕はこの時ですね、また怪我をして帰ってきたら絶対母親から怒られるって一番にそう思って、そこをどうしようかって次思ってたんですよ。ちょうどその時新庄剛志さんの特番かなんかで、小さい時に骨折の怪我をして怒られると思って割り箸で固定して直したみたいなエピソードをうっすら覚えてたんですよ。これいけるんじゃないかなと思って、ペヨンジにお母さんにはこれ内緒にしてくださいっつって割り箸と消毒液をもらって一旦弟がいる家に戻ったんですよ。で、帰ってきたら弟も騒然ですよ。で、弟には正直に話して、てか、そもそもお前のそのベルトがなかったらこんなことにはなってないんです、手伝い言うて、なんか聞かれたらベルトが当たって怪我をしたって言いなさいっつって、一緒に割り箸2本で縦に固定して家にあった包帯をくるくる巻きにして、気づいた時には治ってましたね。でも現時点で確実に右手握力弱いんで、皆さんはコンクリートをフルスイングして指が折れたと思ったら絶対に病院に行ってください。幸いにもね、僕が左利きだったので特に不自由なかったですけど、まあ、これ今長く話しましたけど、これをギュッとしまして、この右手どうしたのと言われた時こう言うようにしてます。こちら、喧嘩した。